この世界、テルカリュミレース、大地と海がどこまで続くのか知る人はいない。なぜなら世界にうごめく魔物たちに比べ人はあまりにも弱い。我々の住む町を守る結界、我々は己を守るためにその中で生きながらえている。それをなす核となるブラスティア、世界に満ちた根源たる力エアルを使い、ブラスティアは火、水、光、繁栄に必要なありとあらゆるものを今日まで我々に与え続けてきた。やがていつの日か結界の向こうに凶暴な魔物が生息することも我々は忘れてしまうのだろう。繁栄と成長を続ける世界、全ての人々のための平和、ブラスティアの恩恵によりさらなる発展を遂げていくだろう。なぜこの町の結界はどうなっているんだ。平和の礎であるテイとザーフィアスより願う、世界が穏やかであるように。でかい声出してどうしたんだ、テッド。あれほら、アクエブラスティアがまた壊れちゃったよ。さっき修理してもらったばっかりなの。なんだよ、厄介事なら騎士団に任せとけって。そのために下町のために動いちゃくれないよ、騎士団なんか。世話好きのフレンがいいんだろう。もうフレンには頼みに行ったよ。でも会わせてもらえなかったの。はあ、俺フレンの代わりか。いいから早く来て、人手が足りないんだ。テッド降りてきなさい、あんたも手伝うのよ。ちょっと待ってよ。もうユーリのバカ。騒ぎがあったらすっ飛んでくるやつなのに。あの調子じゃ魚しか住めない町になっ。昨日は昨日で騎士団との揉め事に駆り出されるわ。今日は今日でアクエブラスティアが壊れると来たか。
なんだってこの下町は毎日騒がしい事件が次から次へと起こるんだろうな。あってるよ。ぼやいてても仕方ねえってんだろう。なんだ、どでかい宝物でも沈んでんのか。ああ、でも有利には分けてやんねえ。ははは、せちがらいな。そう、せちがらい世の中なんだよ。ブラスティア修理を頼んだ貴族の魔導士様もいい加減な修理しかしてくんないしな。有利、やっと顔出しおったか。じいさん、水遊びはほどほどにしとけ。もう若くねえんだから。この水遊びをこれからお前さんもするんじゃよ。はい。あ、危ねえ。1、2。アンクス爺さん、頑張ってるな。責任感じてんのさ、修理代。先頭立って集めてたの爺さんだから。その結果がドカンとは言ったけど、魔導士が手抜き修理するのはじいさんの責任じゃねえよ。まあな、じいさんもばあさんの形見まで手放して金を工面したってもおれユリ、手伝わないなら近づくな。危ないぞ。じいさん、コア見なかったか。ブラスティアの真ん中で光るやつ。え、じゃあの、なあ、コアがなければブラスティアは動かないってのだ。最後にブラスティア触ったの修理に来た貴族様だよな。ああ、モルディオさんじゃよ。貴族街に住んでるのか。そうじゃよ。俺もういいから、ユリもみんなを手伝わんか。悪いじさん、用事を思い出したんで行くわ。待て、待たんか。まさかモルディオさんのところへ行くのではあるまいな。貴族様の町に俺が、あんな息詰まって気分悪くなるところ用事があっても行かねえって。まったく、ボディブラスティアで技を使えるからって無茶だけはするんじゃないぞ。また無茶せんといいが。どうでしょうね、あいつ下町のことだといつも無茶しますから。おかげで騎士団に目をつけられおって。まあ、いつものことですから、うまくやってきますよ。君、なんだか大変なことになってる。ここだよ、ここ。僕はワンダー記者。起こった事件の記事を毎日お届け。君は新聞を読む習慣はあるかい？え、ない？そりゃいけない。今日のこの大変な出来事も君のところへ届けるよ。いつでもどこでも気軽に読めるワンダーログ、利用してくれよな。なんで壁の中にいるかは秘密。ではさらば。おい、聞いたか？下町のブラスティアの件。はい、故障したのを直そうと修理費を集めたとかで。ああ、連中宝物まで売って金を工面したらしいぞ。宝物ですか？どうせガラクタだよ、ガラクタ。1ガルドにもなりゃしない。1ガルドにすら
そりゃあどんな宝物なんですかね。一度見てみたいもんです。だからガラクタなんだよ。あんなに言いたい放題じゃアンクス爺さんも肩なしだな。ガラクタの価値もわからねえなら、お前らはガラクタ以下だよ。ラピード、終えるか。ここもコアやられてやがる。こりゃ随分と手癖の悪いのが嫌がるな。にしても、さすが貴族様の町。コアの一つや二つじゃ誰一人騒がねえと来たか。下町はコア一つでお祭り騒ぎってのに、余ってるなら下町によこせってんだよ。みっけ。ここか。なんか人の気配がしねえな。他に入り口はねえのかな。お、開いてる。この家のどこかにモルディオが潜んでやがるはずなんだが。あいつは。よし。お前、モルディオだな。よし、よくやった、ラピード。なんだよ、コアがねえぞ。コアを取り返して一発ぶん殴ってやろうぜ。騒ぎと聞いて来てみれば貴様なのであるか、ユーリ。ついに食えなくなって貴族の家に泥棒とは、貴様も落ちたものなのだ。なんだ、デコとボコか。ボコじゃないのだである。逃げようとしてもそうはいかないのだ。逃げてるように見えるか。はあ、だから出世を見逃すのか。なんという暴言か。取り消すのである。この方が手っ取り早くていいか。アデコールは下がってるのだ。騎士団の名誉にかけ、ここは私が。いや、騎士団の名誉は私が守るである。下っ端は下がっているのである。下っ端はお前だろうが。いいや、私が上司である。そんな風に取り合いされんのは光栄だけど、移動くらい満足にしろよな。
い、行くぞ。いいのか。私が上司だ。いや、ポッコさん、私の部下である。一発かましてやんないとわかんねえかな。どうだ、聞いたか、俺の攻撃。おれ、話し合いの途中に攻撃なんて卑怯。俺、殴る前に一言いいかって聞いたよな。くそー、ゴー。おいおい、えい、貴様に、いや、逃げてるように見えるか。えい、おっと、防御デッド。瞬人間である。よっと、なんだよ。私の技を勝手に防ぐな。むちゃくちゃ言うなよ。まあ、そっちが技で来るならこっちも。そうだ、そうだ。もう一茶言っとくか、次のは痛いぜ。そうだ、そうだ。まさかこれで終わりとか言うんじゃねえだろうな。これで終わってたまるかって。我々の実力はこんなものではないぞ。さて、本気で行くぜ。それはこっちのセリフである。感謝しろよ、稽古に付き合ってやったんだから。お前ら腕落ちたんじゃねえの。こりゃ馬車はもう無理だな。さすがシュバーン隊、こんな下民一人捕まえられないとは。無能。これはキノール隊長、とても見苦しいところである。君たちのような生まれの卑しいヘナチョコ隊、騎士団にはいらないんだよ。シュバーン隊長にはご内密にお願いします。逃げたのがブラスティア泥棒なら、逃がしたのは税金泥棒かよ。しょうがねえな。飼い犬にも見放されるとは、これは傑作なのである。毎度毎度忙しいね、ユーリ・ローウェル君。僕も忙しいけど、ちょっとだけ遊んであげるよ。僕のキュモール隊がね。お前らがそうだからフレンが苦労するんだよ。あんな成り上がりの小隊長には苦労がお似合いだよ。終わったらいつものように独房にぶち込んでおいてくれよ。
10日も入れれば反省するだろうからね。